こんにちは、心理カウンセラーの高森です。休職中に何かをせねばとついつい焦ってしまいますという相談を受けることがあります。回復するために何かをしなければいけないというのは、それ自体実は鬱になるリスクを上げる考え方なんですね。何かをするということで達成するということはイコール頑張るということに近いですから、それを和らげて休むときは休む、もちろん頑張るときは頑張る、こういった切り替えが大事なんですね。頑張ることで物事をなすという習慣ついてますと、休むことが怠けとなったり何もしてないとなって、それを責める、落ち込ませる、焦らせるというようになってきますので、これが鬱の原因になったりします。ですから何もしなくていいときは何もしない、それがむしろ鬱の回復にはプラスということは知っておいていただければというふうに思います。こういったことをいろいろ教えていただきたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。